はいどうも、草食系投資家のロックです。今回はね、リーマンショックを超わかりやすく解説ということで、リーマンショックってまあ聞いてはいるけども、実際どういうね経済危機だったのかっていうのを分かってない方もいらっしゃると思うんですよね。でこの構造を理解しておくと、今の経済で何が起きているのかっていうのが分かるようになるので、ぜひとも最後まで聞いてください。それでは行きましょう。まずはリーマンショックとはということなんですけど、簡単に言うとですね、家計において給料が下がっちゃったのでお小遣いを減らされることなんですよね。それサラリーマンショックやろ。サラリーマンお小遣い減ってショックみたいなやつやろ。はい、茶番は置いといてですね、はい、リーマンショックをざっくり説明すると、リーマンっていうのは、まあ、リーマンブラザーズっていう証券会社のことです。でリーマン社が破綻して市場が暴落したことを、まあ、俗にリーマンショックって言うんですけれども、リーマンの破綻自体は、まあ、結果論の話であって、このことの問題っていうのは、その以前に発生した金融危機が発端になってるんですよね。だからリーマンショックって日本では呼ばれているんですけれども、海外では、まあ、ファイナンシャルクライシス、まあ、金融危機っていう形で呼ばれているっていうことなので、別にリーマンだけが問題ってわけじゃないんですよ。これはで実際に株価の推移を見ても、ここですね、リーマンブラザーズの破綻自体はここなんですけど、まあ破綻してから、まあ、株価は暴落はしたんですけども、実際ね、いわゆる世界的金融危機の発覚したっていうのは2007年ぐらいに始まってまして、そこからずっと下落をしていて、最後のとどめがリーマンブラザーズの破綻だったっていうだけなんですね。なので、ね、ここのことをね、リーマンショックと言っているっていうだけなんですよね。うん、だから問題は、リーマンの破綻っていうわけではなくて、いわゆるここですね、金融危機なんですよ、これは。金融危機が問題なんですよね。なので、そこについてね、少し深掘りをしていきたいと思います。世界的金融危機の構造っていうのをね、まず理解したいと思うんですけど、加熱した不動産バブルが一つの要素になってるんですよね。加熱した不動産バブルを助長するように、高度な金融商品のバブルっていうのがさらにあったんですよ。いわゆる金融機関がですね、まあ、あの手この手を使ってですね、まあ、すっごいなんかもうぐっちゃ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 した感じにしてたんですよね。なんかあれですね、この金融機関の人なのかわかんないですけど、このお兄ちゃんはすっごい顔の位置してますね。首逆向きですよね。もうグワーンって曲がってますよね。めちゃめちゃ怖いですね、この人。仕事してるようで全然してないですからね。こうモニター見えてないですからね、この人。もうええっちゅうね。で、まあ、このね、バブルが崩壊した、その結果、金融の信用崩壊っていうのが起きたことが、まあ、一番のこう問題だったんですよ。まあ、めっちゃガッツンと当たってますね。これ痛そうですね。うん、だからそのリーマンショックっていうのは、いわゆるこのバブル崩壊の、いわゆるリーマンブラザーズっていうのがその一部でしかなくて、まあこのね、世界的金融危機っていうのはこういうバブルを作ったっていうことが問題で、それが発端となって信用の崩壊が起きたっていうところが問題だったんですよ。じゃあね、一つ一つね、これの要素について深掘りをしていきたいと思います。でまずは加熱した不動産バブル、何が起きていたかということなんですけど、でアメリカ自体はいわゆる2000年ぐらいに IT バブルが崩壊したんですけれども、それ以降ですね、低金利政策っていうのをずっとやってたんですよ。でその結果ですけれども、まあ、低金利なのでやっぱ住宅市場がすごい活発化していくんですよね。まあ、いわゆるローンが安いので、まあ、家を買いやすくなって、まあ、これはどんどん住宅市場っていうのはどんどん伸びていったんですよ。でも、まあ、大体2005年ぐらい、リーマンショックが起きたのが2008年なんですけど、2005年ぐらいにはもう飽和状態になってたんですよね。で、その時にどうしたかっていうと、もう飽和になってるけども、まあもう普通の人、通常はローンを組めない人にも家を売り始めたんですよ。いわゆる移民の人とか、まあ、風俗で働いてる人とか、まあ、そういうね、あまり信用度がないような人たちにも家を売り始めた。で、そこで組んだローンがサブプライムローンというものなんですよね。これは聞いたことある人が多いと思うんですけど、ここでサブプライムローンっていうのを使ってどんどん家を売って、どんどん住宅の価値が上がっていくわけなんですよ。よし、いわゆる低所得者っていう人にも売ってやろうと、
で、条件としてはどんどん価値は上がっていくので、まあ最悪ね、この人が、まあ、寝ててね、鼻くそほじくってても返せなくなるっていう事態が起きた時のために、いわゆる住宅を担保にしておけば、まあ貸した分は返ってくるでしょうっていう考えで住宅を担保にして、まあとはいえね、この人返さない可能性高いから、まあ高金利なんですよ。もう金利は高い、住宅ローンになっちゃうんですよね。で、まあ、これってはっきり言ったら お金がない人ほど銀行から借りるのに金利が高いって不公平な話ですよね。まあ、はっきり言うとお金持ちは金利が安くて、お金持ってない人は金利が高いって、まあ、よりお金借りづらいですよね、普通に考えたら。まあ、これ仕方がないんですけど、銀行サイドからすると。で、まあとはいえね、高金利をいきなり払えないじゃないですか、返せないじゃないですか、鼻くそほじくってるんで、この人。なのでここで変動金利っていうのを使われていて、最初の方は返済額が少なくて済むようになってるんですよ。これは危険ですよね。実質的にはもう返せないんですよ、どう考えても。どう考えても返せない人に価値の高いね、住宅を買わしていると。で、やっぱりね、この人らは最初はね返せるんですけれども、だんだんやっぱ返せなくなってくるんですよね。返済が滞っていく、っていう中で担保で住宅差し押さえになって、まあ競売にかけられるっていうのが出始めると。で、今度はですね、家を売り始める人が多くなると、だんだんね、この価値上昇っていうのが止まっていくんですよね。で、まあ値段が高くなればなるほど家を買う人っていうのも少なくなってくるので、まあそのダブルパンチでですね、だんだん家の値段が上がらなくなる、いわゆる下がっていくんですね。で、下がってくるとなるとどうなるかっていうと、ここに影響するんですよ。いわゆる住宅を担保にお金貸しているので、まあ、そこがね、ここ不良債権化していくんですよね、サブプライムローン自体が。まあ、そういうことが起きてたっていうのが一つ目の問題ですよね。貸しちゃいけない人にもう貸しまくって、この不動産市場にすんごいお金がもう入ってきたっていう状態ですよね。まあ、だからこの時にね、住宅メーカーとか建設系の人、不動産会社みたいなのはすんごい儲かってたんだと思いますよね。まあ、とはいえね、まあ、こんなね、サブプライムローンみたいなところにお金出す人ってか、そんないるのと。まあ、明らかにこんなのもう質が悪いわけじゃないですか。そんなところにお金出す人なんか普通はいないと思うんですよ。で、そこで問題だったのは高度な金融商品によるバブルってことなんですけど、いわゆるこの不動産バブルへの資金はどこから来たかっていうと、サブプライムローンっていうのを証券化して分散させたんですよ。どういうことかというと、まあ、いわゆる不動産バブルに大量の資金が入ってくるわけですよね。で、それはいわゆる通常の住宅ローンっていう、まあ、質のいいローンと、先ほどのね、鼻くそほじくってった人のサブプライムローンっていうね、まあ、これ高金利なわけですよ。こういうのがあって、まあ、こういうのがいっぱいある中で、それをですね、証券会社が全部買い取るんですよ。まあローン会社とか銀行から買い取って、それをごちゃ混ぜにして、いわゆる CDO、 資産担保証券っていうんですけど、まあ、そういう CDO っていう証券に変えちゃうんですね。で、これはもうだからバスケットみたいなのを全部盛りにしちゃって、それを分割しちゃうっていうので、そうすると、まあ、要はサブプライムローン自体はリスクが薄まるわけじゃないですか。通常のね、いいやつとセットで売られるの で、それを投資家の人たちはこういう証券化されたやつを買うっていうことなんですよ。まあ、この点やっぱ投資家はやっぱあれなんですね、まあ、めっちゃおじいちゃんとめっちゃ若い子ね、子供も投資やってるんですね。アメリカすごいですね。まあ、どっちもね、やっぱり投資家の人たちはあれなんですね、顔グニャーってなるんですね。もうええわ。で、まあ、とはいえね、いやこんなのね、サブプライムローンが混ざってたらそんなのは誰か危ないってわかるやろということなんですけど、ここで一ちょかみしてる人がいるんですよ。格付け会社っていう、まあ、いわゆるスタンダードプアーズとかムーディーズとか、いわゆる格付け会社って聞いたことあると思うんですけど、そこがこういう債券に対してAAA の格付けをつけてたんですよね。これはね、もう詐欺ですよね。だから投資家からすると見えないんですよ。もう AAA の債券っていう感じでしかなくて、まあ、それは買いますよ。それは首グニャーってなっても買いますからね。で、これ映画のね、
マネーショートっていうのが、まあ、これをねすごい映画化してるやつがあるんですけど、そこで描かれてたんですけど、いわゆる格付け会社からしたら結局これって民間企業なので、証券会社とかが発注するんですよ。この債券の格付けをしてくださいっていうするんですけど、ここがね、例えばスタンダードプアーズに発注して、スタンダードプアーズがトリプル B ってつけましたと。そうすると、いやなんでそんなことすんねん、じゃあうちは他の格付け会社に変えるよっていう風に、いわゆるお客さんを逃しちゃうことになるんですよ。だからこれなんかね、やっぱ民間企業なので依頼元の顔色を伺いながら格付けをするっていうね、まあ、はっきり言って格付け会社としては全然機能がね成り立ってないんですよね。まあ、そういう状態になってたみたいなんですよ。まあ、これはね映画のマネーショートで描かれてたんですけど、まあなんでもうほぼねぐちゃぐちゃ、もうむちゃくちゃなもんでも AAA の格付けがついてたっていう状態みたいですね。ここまではまあまあいいとして、ここからがさらにねまだ根深いんですけども、これさらに CDO っていう先ほどのねこの債券、これをですね複数の債券を束ねて組み直すことによって新たな債券を生み出してるんですよ。どういうことかというと、まあ、いわゆる CDO、 一つ目の CDO があります。まあ、これはね CDO としては AAA なんですけども、中身を見るとねやっぱり質の悪いやつも入ってるんですよね、 BBB とか、はい、でその BBB とかをまた寄せ集めて新しいねCDO を作ってね、それを AAA として格付けして投資家に売るっていう、まあ、こういうことが行われてたんですよ。だから CDO からさらに新しい CDO が、まあ、だからどんどん生まれていって、まあ、いわゆるサブプライムローンっていう価値のないものから多くのね信用創造がされてって、どんどんレバレッジがかかっていった状態なんですよ。お金だけがどんどん膨れ上がっていった状態なんですね。でも元はほとんど価値のないものなの。ここが一番の問題ですよね。高度な金融商品によってサブプライムローンっていう問題がさらに、ね、大きいものに、ね、仕上がってしまったんですよ。不動産バブルっていう状態で聞くと、通常のローンっていう、まあ、実質価値があるものと、サブプライムローンっていう、もうこれがバブルですよね。実質的に価値のないもの、まあ、こうやって信用創造マーケットが出来上がったものを、このね CDO っていうのでさらに証券化して、まあ、さらに CDO から CDO を作って信用創造っていうのでね、こう膨れ上がすんですよ、価値を。でも実質的価値はほとんどないんですよ。でこういうのがなぜ成り立ってるかっていうと、こういう信用で成り立ってるわけなんですよ。これが金融市場の中の信用ってやつで、実質ないのにそれ以上の価値を取引するっていうね、もうそれは信用っていうもので成り立ってるだけなんですよ。それは金融システムの中の基本的なことで、まあ、全部そうなんですよ。銀行がお金を貸すっていうのも全部信用創造と言われて、実際お金はないのにもかかわらず銀行が通帳に1000万って書くだけで1000万の取引が出来上がる、それが信用創造と言われるんですけど、まあ、同じようなことが、まあ、複雑な CDO とかそういういろんな金融商品によって信用創造でいろいろ価値が膨れ上がってしまってるんですよね。でさすがにねここまで来て、まあ、いわゆるここでなんかデフォルト、まあ、なんか競売に売られるとか不良債権みたいな話がちょこちょこ出始めると、さすがにこれはやばいんじゃないっていう人がやっぱり出てくるんですよね。でそういう早く目つけた人は、いわゆるこの CDS っていうのがこれまた新たに登場するんですけど、 CDS って何かっていうと、まあ、いわゆる簡単に言うと債権の保険なんですよね。で債権の保険っていうのは、要はここのね債権がデフォルトした、いわゆる無価値なものになってしまったら、いわゆる投資家としてはそれは問題だということで、同時に保険をかけるケースがあるんですよ。だから最悪これが価値なくなったとしても保険で賄えるっていう、まあ、それが CDS っていう、まあ、仕組みなんですけども、まあ、いち早くね目をつけた投資家がですね、いわゆるこの CDS っていうのを売ってくれと、いろんな証券会社に言って売ってくれっていう形で言うんですよ。でまあ、序盤の頃はね、いや何バカなこと言ってんのと、これが破綻するわけないじゃんみたいな感じで CDS をまあ格安でね投資家に売るんですよね。で投資家自身はあの保険なので保険料を払うんですよ。保険料を払うんですけど、通常はここの CDO を投資してる人が CDS を同時に買うので、
まあ、CDO が損してもこれで補填されますって感じなんですけど、単純に CDS を投資するだけの人は CDS を保険料払って、ここが破綻するとその CDS 保証金保険金っていうのがもらえるっていう、まあ、そういう仕組みのね、いわゆるもう投機的な商品としても扱われるようになってきたんですよね。だからこのリーマンショックの中でここがまあ最終的に破綻するんですけど、ここね投資家はめちゃめちゃ儲かってるんですよ。いわゆるねこの CDO っていう債券を空売りしたみたいな感じになってるんですよね。これはもうサブプライムローンは虚構だぞと早く気づいて、 CDO を空売りしたいと、空売りさせてくれっていうので、じゃあ CDS っていうのを売ってくれっていう形でそういう仕組みを作ったんですよ。で CDS を多く発行したのはいわゆる、まあ、ゴールドマンとかそういうところが発行してたんですけど、まあ実際ね、まあ、債券がデフォルトするとね保険金を支払わなきゃいけないんですけれども、まあここがねゴールドマンとか賢いのがこれをね転売するんですよ、他のところに。でその転売先が真ん中デフォルトしたら投資家に保険金を支払ってくださいねって形で、ここがねじゃあ誰が買ったのってことなんですけど、ここが AIG とかリーマンなんですよね。だからリーマンは、まあ、こういう CDS も買ってるし、まあ、もちろんこの CDO っていうのもいっぱい持ってたんで結局破綻したんですけども、このリーマンが破綻したことによって CDS のしわ寄せが全部 AIG に行ったんですよね。で今度リーマンが潰れた後 AIG が財政難に陥って潰れんじゃないのかっていうふうになったんですけど、この時は AIG の方はいわゆるアメリカはですね公的資金を注入して一応助けたんですよね。それはですね、まあ一説によるとこれ CDS がですね、まあ、ここにね全部一極集中してるって話があったので、ここを潰しちゃうと言うとこの投資家たちも全員潰れていくんですよ。軒並みこう連鎖倒産していくんで、保険料だけ払って全部入ってこないってなるんで、なので多分 AIG は助けたんじゃないのかなって言われてはいますけどね。はい、てな感じで、もともとねサブプライムローンっていう、まあ、不動産のね、まあ、悪質なローンがあるっていうところの問題から、ここまででいけば単純に貸した人が損するだけで大したことはないんですよ。でそれがいわゆるこの金融の仕組みによってですね、まあ、すんごい信用創造がどんどん膨らんでったっていうね、これがもうだから金融システムのねもういかんとこですよね。だからこれリーマンが破綻するだけならいわゆるそんなに影響なかったんですよ。対して一社が潰れるだけなのでなんですけど、ここの、ね、本当の問題は何かというと、いわゆるこの仕組みが複雑すぎてもはやね金融システムが信用でけんと。だってもうよくわかんないじゃないですか、どこに何のお金があってどこを信じたらいいのって感じじゃないですか。なので信用が崩壊しちゃったんですよね。でも基本的にも信用で金融は成り立ってるので、信用が崩壊すると今の金融システムで成り立たなくなるんですよ。まあ、その結果ですけど、各金融機関は融資の引き上げとか、まあ、新規投資を制限するとかっていう形で世界的恐慌に発展をしちゃったんですよ。まあ、そういうところがね今回の金融危機って言われるところで、まあ、リーマンブラザーズが潰れたっていうのは、まあ、結果ねこういう金融の仕組みの中で一部ねこういう劣悪なものをいっぱい持っちゃってたっていうので、それは一社潰れたら済む話なんですよ、はっきり言って。っていうことが問題なんではなくて、いわゆるこういう金融の仕組みでですね信用創造っていうので、もう価値のないものがどんどん資金が膨れ上がっていってしまう。でさらにもう中身が見えなくなっちゃってですね、ぐちゃぐちゃ、もうサブプライムローンっていうのがもうここの中でほとんど登場しないぐらい分からなくなっていて、さらに CDS っていうので保険みたいなのでまあ売り買いされるっていうのもあって、もうお金の流れがどこなのとか、何が価値なのとかもう全然分からなくなっちゃって分からなくなっちゃったんですよね。じゃあ今の金融で置き換えてみると、あれ同じようなこと起こってないみたいなところはあるんですよね。例えばリーマンショックの時はサブプライムローンっていう住宅ローンを中心とした不動産バブルだったんですけど、今同じようなもので言うとハイイールド債っていうのがあるんですよ。これはいわゆる、まあ、個人の住宅ではなくて会社の債券、社債なんですけど、格の低い
会社の社債っていうのでハイイールド債っていうのがあるんですよね。でハイイールド債っていうのをいっぱい出てますよっていうのが最近言われてます。 CDO に近いものも今結構言われてて CLO っていうのがあるんですよCLO っていうのがこれまた今すごい広がっているなっていうのもあるし、 CDS っていうのも今キーワードとして出てきていて、これは何かというとドイツ銀行が CDS をたんまり持ってるよっていう、ここですよね。ここの位置に今ドイツ銀行がいるんですよ。リーマンの時と同じことが今も起きるっていうわけじゃないとは思うんですよ。ただやっぱりね、仕組みはね変わってないんですよ。いつまでたっても金融経済はこういう仕組みで成り立っていて、何らかのバブルを金融商品でこう膨らまして回してるっていうのが今も昔も変わらずずっとやられてることなんですよ。じゃあどこを評価すべきかっていうと、ここですよね。ここが実質的価値がどれだけあるかってことです。例えばハイイールド債なんだったら、まあそれは今は大丈夫だとしても、これから景気悪くなった時に不良債権化しないかとか、そういうところが問題になってくるんですよね。でここについては次回の動画でですね、過去のリーマンショックと同じようなことがまた起きるのかっていうね、動画をね、検証動画をね出したいと思いますので、そちらをねちょっと楽しみにしていただければなというふうに思います。なのでぜひともね、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。まあ、以上がね、リーマンショックを振り返ろうという形の、リーマンショックの構造を理解するっていう動画でした。今回の動画は以上です。